最初に昨年、グランプリを取りましたホンダエアラというなかなか貴重なオートバイをお持ちの小野さんに模範走行していただきますので、よろしくお願いいたします。その前にまず、昨年の受賞から1年経ちましたご感想方々、小野さんからご挨拶をいただきます。皆さんおはようございます。山形県酒田市から来ました小野敏夫と申します。このシビ750エアラなんですけども、18年くらい前ここに来るためだけに手に入れて走っては来たんですけども、同じオートバイをここで見たら他に乗るっていう約束しちゃったもんですから、今年もこれで来ました。まあ、考えてみますと、チェーンとスプロケット、それからバッテリータイヤ以外は完全オリジナルです。で、まあ正直なとこ他のオートバイ買えるぐらい金かけてしまいましたんで、まず乗れるだけ乗って一回このオートバイに出会うまで乗り続けたいと思います。素晴らしいオートバイです。ホンダの乗用車のオートマチック、スターレンジのオートマチックの トランスミッションをCB750 に積んでまして、非常に走っては楽です。低速で失速して何回かこけてますけども、ともかくいいオートバイです。この場合のように走りますのでちょっと見てください。はい、ありがとうございます。はいはい、それでは、小野さんに、模範走行をしていただきます。ぐるっと回ったらそこのとこで一旦止まってください。記念撮影をしてそれで、あとはいつものとこに戻るということになります。よろしくお願いいたします。それでは、本年、ヤマハのツイン特集ということですので、ヤマハのツインお持ちの方ぐるってご参加ください。はい、準備してください。はい、準備をよろしくお願いします。この量は高いと思います。ヤマハのツインを持つの方、そちらの方にお集まりください。あとサイドカーの方もお集まりください。
サイドカーお持ちの総科会参加の方も準備の方お願いします。あと先ほどお話しした通り、今回、総工会のエントリー表ございませんので、しっかり皆さん自己紹介およびオートバイ見ていただいて、投票の方よろしくお願いいたします。では最初の方どうぞ。並んだ通りでいいですよ。よくしてチンクに終わるよ。押すのつらいよそれ。乗ってくればいいのに。いいですよ、乗ってきてください。どうぞ。それでは、先ほどお話した通り、事務局長入院ということで、ちょっと総工会の名簿を出せませんでしたので、本日は、自己紹介並びにバイクの紹介をしてから総工会に入ってください。よろしくお願いします。1ヶ月後に北海道の富良野で今年34年目になるんですけども、北海道ミーティングを今事務局を扱っている村上と申します。以前同じバイクの緑を持ってるんで2回ほど一力に来させていただいて、今回こっちの色違いが一力に来てないということでこっちでエントリーしました。ちょっと調子悪い部分もあるんですけども、見てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうぞ。